昨年は男女7人制、ラグビーのアジア予選、なんと男女ともに見事優勝。よっ、この角度から、これで同点に行ってたの。そうそう、これで同点なんですね。石垣って始まりが多かったですよね、やっぱりきっかけというか、はいはい、海選手の2回のタックルでジャパンを勝てたんですね。2023年といえばラグビーワールドカップのフランス大会がありましたので、いけるんやったら立てって言ってたと思いますね。あれはあんまり言って初めて、普段全然怒んないから。現役時代のこんな面白い話あったみたいなことを聞いていきたいんですけど、どうしたの？グランド取材行ったらめっちゃ痩せてって1週間で7キロ。ええー